両親に結婚の報告をしています。しっかりしたお嬢さんだ。立派なご両親に育てられたんだろうな。かすみには両親がいないんだ。施設育ちなんだよ。頑張って看護師になって俺が入院した病院で出会ったんだ。結婚したらこの家で暮らすって話だったわよね。私たちのことは本当の親だと思ってちょうだい。はい、ありがとうございます。お母さん、結婚し義実家での生活が始まると明日からこの通りに生活してね。掃除に洗濯、それと私たちの食事を3食作り置きね。全部私が。私にも仕事のスケジュールが。夜勤だって。まさかあなた、仕事を続けたいからって家事を母親にやらせる気？これだから施設育ちの子は。はあ、すみません、頑張ります。よく朝。かすみさん、朝ごはんまだ？すみません、今用意します。あとあなた今日給料日よね。全額私が預かるわ。でも私も必要なものが。お小遣いを渡すからその中でやりくりなさい。と仕事で疲れ果て、私はまともな思考力を失っていきました。そんな日々にも嬉しいことが。妊娠でかしたぞ、かすみ。ついに孫か。いやよ、孫ができたら私おばあちゃんになるじゃない。若いイメージが崩れちゃう。ご近所の人に40代に見えるって褒められてるのに。だから産むのやめて。ケロハ、なんてこと言うんだ。だってからも規模は常に。いやよ、おばあちゃんになるなんて。まだ子供なんていなくていいじゃない。孫ができても何にも嬉しくないわ。みつさん、お母さんのことなんだけど。分かってるよ。だから今回は子供諦めてくれない？諦めるって。素直に言うことを聞いて穏便に済ませようよ。子供はもっと後でもいいんだし。おい、どこ行くんだよ。出産まで友人の家に行きます。この家にいたら子供に何をされるか分かりませんから。待て、勝手なことしたら母さんに怒られるだろ。キャッ。かすみ、お腹の子は無事だったものの、私は入院することに。本当にごめん、心の底から反省した。あの後父さんに怒られたよ。でも母さんはそのやっぱり怒ってて。私、退院してもあの家には戻りません。かすみ、話し合った末、私たち夫婦はアパートを借りて二人暮らしすることに。ここの住所はお母さんたちに教えないで。産婦人科の名前も内緒ですよ。うん、分かってるよ。やがて臨月が訪れ、出産の日。かすみさん、お久しぶりね。あなたが逃げたせいで家事が大変じゃない。デッツさん、どうして。病院は内緒だって。だって女にしかわからないことがあるって母さんが。こうしてストレスをかけてお産を失敗させてやるわ。出て行って。これじゃ安心して産めません。あなたの顔は見たくない。かすみ、病院スタッフのおかげでなんとか娘を産むことができました。やべー。おばあちゃんになっちゃった。せっかくだし赤ん坊の顔を見ていかない？私を老人にする悪魔の顔なんて。つやぴー、天使がいるわ。すぐに連れて帰りましょう。かすみはまだ目を覚まさないし、当分は退院できないよ。あなた父親なんだから手続きできるでしょ。私が目を覚ますと、私の赤ちゃんは。退院してお家に帰られましたよ。お父様が手続きをなさって。私も退院します。でも先生がまだ入院してた方がいいって。寝てなんかいられません。夫に迎えに来てもらいます。数分後、迎えに来た夫から衝撃の言葉が。娘の名前を決めた。そう、ソラって名前だよ。名前は夫婦でつけるって約束してたじゃないですか。でももう届け出しちゃったし。いいじゃないか、母さんの行為なんだし。この人に何を話しても無駄だわ。とにかく早く娘に会わないと。私たちのアパートに着いたが、赤ちゃんは。ソラはどこ？実家だよ。じゃあどうしてアパートに来たの？実家に連れて行って。今は体が戻るまでこの部屋で休んでなさいって母さんからの気遣いだよ。じゃ、待って。私の赤ちゃん。産後
後すぐ無理に動いた反動で私はそれ以上動けなくなった。その頃、聞いて聞いて、空を連れて歩いていたら近所さんにお子さんですかって言われちゃった。もう空を手放せないわ。よしよし、空かわいいな。こんなわけで両親も喜んでるよ。私の娘をアクセサリーみたいに、早く娘をアパートに連れてきて。俺が行くと君の療養の邪魔になるからダメだって母さんが。また母さんが。もう限界です、離婚します。親権は私です。慰謝料も養育費もいらない。あなたたち家族は二度と娘に会わせません。もう待って、なんとかするから。その日の夜中、母さんたちが寝てる間に空を連れてきたよ。これからは霞の言うことを聞くから離婚は勘弁して。いやいや、やっと会えた。空、私がママだよ。離婚だって、かすみが。この役立たず、あなた空を取り返しに行くわよ。残念だけど、実の母親が育てるのが数字だからな。それにかすみさんを刺激したら本当に二度と会わせてもらえなくなるし。あなたまであのみなしごの方を持つな。マジクショ。それからしばらく平穏な暮らしが続きました。さっきからてつさんの電話が鳴りっぱなし。実家じゃない番号だけど、てつさんは入浴中だから折り返しますって伝えておこう。もしも、てつ、今いつまでどこで悩んでるの、来ない。奥さんには黙ってればいいじゃん。私のこと全然気づいてないんでしょ。また適当に嘘ついてうちに黙ってよ。お風呂から上がったてつさんを問い詰めると、あいちだってカスリって昔の清楚でおとなしかったのに母親になって強くなっちゃったじゃん。でもわさびは守ってやりたいタイプなんだよ。あなたが守るべきなのは空でしょ。空はカスミが守るし、俺は何もできないし、母さんも怒ったままで構ってくれないしさ、寂しいんだよ俺。何言ってるの、あなたは。そうだ、みんな仲良くすればいいや。わがまま言わずにわさびとも母さんともうまくやっていこう。できるわけないでしょ。今度こそ離婚させてもらいます。カスミ出て行って。だがその後、両親に泣きついたテツさんはアパートに連れてきてしまった。離婚したいならしなさい。ソラは私が育てるわ。ソラは絶対に渡しません。聞き分けのない夢ね。お父さん助けてください。悪いけど俺も孫に会えなくなるの嫌なんだよ。ってことで親権はテツに譲ってくれる？もしもし、警察ですか？すぐ来てください。警察、お前たち連れかるわよ。あらほらほら、急いで弁護士を見つけなきゃ。その後、私と義実家はそれぞれ弁護士を立て裁判の準備を始めた。そして裁判の朝、家族団結して空を取り戻すわよ。あのさ、俺やっぱ空はいらないかなって。はぁ、いや、わさびがさ、子供がいる人とは結婚しないって。当日に言わないでよ。弁護士さんが仲裁しても意見がまとまらなかったようで。ソラは私たちが育てます。育てません、人権いりません。お前ってやつは肝心な時にいつもこうだ。父さんだって孫がいれば母さんが若く見られるのよ。その発言はするなと言っただろう。私の要求が全て通りました。裁判の後、私は空と遠方に引っ越し、保育施設がある病院で働けて安心。元義実家に干渉されず、空を育てられる環境を手に入れました。一方、裁判傍聴して思ったんだけどさ、あんなおっかないお姑さんのいる家絶対嫁ぎたくないから別れるわさ。じゃね、そんな、あれよ、噂の鬼姑、もう若く見せるアクセサリーに利用してたんだって。でもママには見えないでしょ。私がお世辞で若いって言ったの真に受けちゃったのかも。あんたが苦労かけるせいで私は受けたのよ。全部母さんのせいだ。母さんの噂が広まってて出会う人みんなから逃げられるじゃないか。お前らの暴走に加担して孫に会えなくなった。これ以上毒気に当たりたくない。